動画撮ってもらう、うん、初めてかえ、うん、いやうちいろんなお客さん連れてくるけどさ、うん、あんまり撮ってもね撮ってがないよね。あんた、あら、すごい、今日はもう密着です、ハナリンさんの密着取材を。うち見えますよ。え、どこどこ、ね、あのうーん、ちょっと海の散ってるかな、川の向こうですね。ああ、ちょっとこっちから見えますね。また後で、後で、はい、石落としとか白川城の中ですね、今ね、中。小峰城。あ、小峰城、ごめん、小峰城。石落とし、ここからあの敵が来たら石をボンって落として、相手をやっつける。そうそうそう。へぇ、小窓。これもあれでしょ、大砲とかの。そうです、そうです、ね。あの銃かな、銃か。戊辰戦争の時の木、うん、穴が開いた木って、うん、どっかで穴が開いてる、うん、床とかも床どうしあった、あ、お、お、あ、あ、これがそのね、あの当時の戊辰戦争の時の鉄砲の穴、完全に開いてます、これ。あ、下から上、こう上から下いや違う、その当時の使ってた木をこうやってまた、要するに切ってこの床にしてるだけだから、そう、貫通してるのとしてない、さっきの貫通してましたね、これは貫通した、500人ぐらいで1日で亡くなってます、一番悲惨なところが、すごいね、歴史が古いからさ、そう、戦争もありやと思う。あ、ちょっとですね、私ここに来た時に供養してもらったの。結構あのそういう霊的に受けるタイプですか？あ、私は分かんないんだけど、うん、見える子が、いや、そこになんかこう晒し首が見えるとか、あ、教えてくれて、うん、それでね、千葉朝鮮に行ってます。あー、そっか、階段が急ですから気をつけて、はい、上り下りしてる、はい、あら、ハナリンさんのお尻がアップだえ、あ、今度はね、あ、そう、いててあ、おー、すごいすごい、うん、うわー、こうなってるんだ、行きましょう、行きましょう、せっかくだから、ああ、そのまま復元して、うん、じゃあもう一段上、ここが一番上なんですね、はい、わー、ちょっとここから白川の街を、はい、でもね、あまりは、ね、鉄砲を撃つ、見えないんですよね、そう、あー、そっかそっか見えそうで見えない、見えそうで見えない、あー、そっか、まあ、あくまでもね、ここは、そっか、皆さんイメージしてください、そうだね、向こう側にあります、どう、分かった、ハナリンオフィス、ちょっと分かんないか、なるほどね、こうなってるんだ、すごい、木がね、すごいしっかり塗ってあって、釘も使わない、あ、釘を使わない、釘使わない、あ、全部くさびで、くさびね、これ神社とかも全部ね、日本の、うん、宮大工さんが、うん、すごいすごい、あ、ここ金物使って、うん、どこどこどこあ、本当だ本当だ、現代だからね、復元から、昔はなかったね、中が、うん、めっちゃ金が使って、うん、で
ね、じゃあ戻りますか。この確かに階段急だね。うん。でも今の人と違って体も強かっただろうしね。食べてるものから。あら、上がんなかった？そう、ん？うん。合わないの？あ、そっかそっか、まあしょうがないね。どうもありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。うん？あ、見ます、で、ありました。床にね、床に2箇所。ね。はい、ありがとうございます。ね、寒いね、今日ね。確かに寒い、それは言えてる。うん、暗くなると乙女さんのお化けが出るから早く帰ってきなさいっていう。うちもカトリックっていうのすぐそばなんですよ。だからなおさらこの辺で遊び場じゃないですか。そうなんですよね。なんと先輩です。あら、10年違います。もう幼稚園、小学校、中学校一緒でした。あら、そうですか。すごい。本当に遊び場だったよね。デートスポットでもあったし。デートスポットなんだ。高校生はね、よくあの高校デートしてますけど、あの野球場がありましたよね。うんうん。すごい、ここがお城の一番上かな。それがあの乙女桜って言って、あの石垣を作るときにこう崩れてね、ダメなので人柱を使おうっていうことを決めたらしいです。で、次の日の朝一番最初にお城に入ってくる人を人柱にするって決めちゃったらしい。それで次の朝お奉行たちが早く来てこうやって覗いてたら、それを決めたお奉行の娘さんがそのお奉行のお弁当を持ってきちゃうんですね。で、お奉行は来てほしくないから来るなってこう追うんですけど、あの向こうから見ると早く恋に見えてしまうので、それで娘さんが一頭になってあの人柱になったっていう伝説があるんです。だからその乙女さんを偲んで代々ずっとこの桜が植えられてる。私たちも小さい時にお城に遊びに行くねって言うと、暗くなると乙女さんのお化けが出るから早く帰ってきなさいっておふくろたちには言われてたので、私たちは乙女さんはいたもんだと思ってるんですけど、江戸時代ですからちょっと伝説だといいなと思います。あのちょっと裏まで行く余裕がなさそうなので、ここから覗いてみてください。覗いただけでこちら側が高いっていうのが多分分かると思うんですけど、ここ石垣で、あの角まで行っただけでだいぶ違って、向こうから見るとこんな風に見える。家がどの辺にあるんですか？あのヨーロッパの城壁みたいに見えますけど、だからあの元々は手前のあの今のお堀を、お堀が阿武隈川だったんです。川の向こうだよ、姉ちゃん。川の向こうに白い屋根っぽいのがあるんじゃない？ああ、あるよ。うん。あ、そうですか。これ一個では多分伊達様を越えてしまうだろうということで、川をあの向こうに移して、向こうの土手の向こうに川を移して、あれをこう外堀の代わりに使って、そうなんですね。で、間に侍屋敷があって、で内堀を作って、